僕は割とこう自分の思いとか作り方みたいなものをあんまりこう文章化したりとかしない方がいいと思ってるし、したいんだよ、したいんだけど、するのには相当時間かかると思ってる。でだから今までもこのジャンク、その前のアップスから伊集院から深夜のバカ力に関しての本は途中まで書いてはお蔵入り、途中まで書いてはお蔵入りぐらいのことになってるんですけど、あの何周年だからもう絶対なんですみたいなあのことになって、でいてじゃあもうまた一人反抗してるみたいなのもなんなんで、とりあえずじゃああの質問を出してくれたらでも丁寧に書いて送り返しますで、もう拒否権はないんだと、みんななんだから。でその途中で朝の番組終わることになってるんだけどねえ、そのことに関してはもう絶対触れるなって言われて、だけどももう決まりだからって言われて、じゃあ分かりました、じゃあそこそれはここに関してはここで何とかしますみたいなこと言って、ね、で全然そのことを知らない武田砂鉄さんがと会ったことなかったのに、たまたまその時100分で名著の講義で武田砂鉄さんも初めて聞く話だけど、その武田砂鉄さんがいらっしゃって、ジャンク20周年の祝いだからこれ喋るんだよね。武田砂鉄さんが講義してくれた本がその全体主義、ね、世の中の、強い者の言いなりになることがどれぐらいいけないことかっていう本を4週にわたって俺講義を受けてるわけ。その時の本人はそれ本だって本人は知らないわけ、そんなことが起こってるっていう。でも実はその裏ではもう武田さんが書くことに決まってますからみたいな、でいてそれで全員ラジオで喋ってる人は書かなきゃダメですからっていう、でそのじゃあすいません書くには書きますけどって超面白くないねえ、もうそこのその面白いとかも起こって、で今回もなんかイベントね、一人だけまたあいつ出ないとかどうせ言うんだろうみたいなね、どうせあいつ俺はイベントとか違うと思ってますんでみたいなあのことを言って反抗的な態度を取るんだろうみたいなで感じになっちゃったからね、っていうかそういうので板挟みになって、宮崎プロデューサーがちょっともう困ってたからねえ、ね、困ってんなーっつって、ね、でもさこれも不思議なもんで、出るからにはやっぱ見てほしいし来てほしいからね。で一応チケットはあの売り切れてんだよね、あ5席だからね、5席だから。で一応こたつの四隅にその来てる人が座って、でいて俺たちはこたつの上座って、で一人あぶれてる人がカップラーメン買ってくれるみたいな感じのライブだから、席はもう売り切れてるんだけど、配信とかやんだよね。これも難しいとこで、やんなら売れてほしい、もうやるからにはなんか爆笑と伊集院の会の配信チケットめちゃめちゃ売れたよねみたいな感じ で、そうするとお金になる人は優遇されますからね。世の中 TBS がとかじゃないです、ね、TBS はお金になる人と節約できる人が優遇されますから。でそのこれもさいい子になるわけじゃない、これ20周年のお祝いのうんこ詰め合わせだから、そのちゃんとしたね、フランフランの布で包んでありますから、うんこですけど、包んである。コーン多めにしておきましたね。でそのあれ何の暴言を吐こうとしてたんだ。違う、今まで吐いた暴言の処理みたいなことをしようとした。玉結びが終わって誰になるか全然その次の人分かんない時に、俺この番組で試験として言ったことが、俺は玉さんと富山さんが大好きだし、富山さんが1週間やればいいんじゃないって、ね、やれば
今まで赤江さんっていう局外の人にギャラを払ってるよりは、富山さんだから、富山さんは、あ、TBS のサブスクなんでしょ、そのサブスクだからフリーのアナウンサーは一回一回お金かかるけれどもね、サブスクで月で払ってる、解約するまでね、もう月で払ってるやつだから、富山さんはラジオ好きだし、でみんな馴染みあるから富山さんを伸ばしてみたいなことをするっていうのが、ありえるし、そうあるべきなんじゃないのっていう。でそうじゃなくて、もう全然知らない人が始めるとしたら、いよいよその赤江さんが子育てをしたいって言い出したのに、チャンスっていうことで、相当昼間の制作費を減らしていくつもりなんじゃないの、で結果を見ようよっていう話をした結果、まあ、割と若いそのまだ知名度がそこまで高くない女の人だよね、女の人がなることになったじゃん。でここまでは別に全然撤回する気はないんだけど、この子の邪魔をする気もなければ、この子はのことを応援もちょっと差し出がましい、向こうが応援されたくない、そういうパターンあるもんね。あの町会長選挙出んなら俺が応援してやるよって、あの人応援されちゃうとなっていうのもあるから、その応援はあれかもしれないけど、むしろそういう転換期って大チャンスなんですよ。その局側が制作費を下げていきたいって思うね、もう不況で思うところに抜擢される人っていう、要は才能の兆しかけらはあるけど今現在は安いっていう人を探しに行くわけですよ。でこの人にとってはこの上ないチャンス、自分がオールナイトニッポンを始めた時も周りのメンバーが良すぎるっていう理由が第一の理由なの。それこの時はギャラじゃない、ギャラじゃないんだけど、そのオールナイトニッポンの価値が上がりすぎて、そのアーティストとかの著名な、もしくはそのレコード会社の一押しの話のうまい男前のアーティストとか美人さんのアーティストをバンバン入れていくようになった時に、ふと日本放送がわけのわかんないやつ一人ぐらいいるよねっていう、そのちょっと余裕の体制で、なんかあのたまにうろうろして気持ち悪いやついるだろうなっつって、で呼ばれた、本当にそれで呼ばれてるから、それで言うと、その俺はまだあんまり名前の知らない彼女は、あの絶対的に大チャンスで、彼女がそのラジオがヒットするっていうことは、その TBS にとっては一番万々歳だった。その、予算を削ろうなんて毛頭持ってません、あんなすごい才能だからこそ大抜擢したんですよっていう結果的な大勝利になるわけですよ。だからまあ、できれば彼女がちょっとゆっくりめにコース開花してほしいね。社長とか変わった後まあまあその辺はあれですけど、でもなんかそこを勘違いしてほしくないんだよね。俺があんな変なことを言ったからって言って、その彼女にとって、彼女にとっては大チャンスで、で彼女がうまくいくっていうことが、あのおそらくあの 大勝利なんだっていうことはすごい分かってるし思ってるんで、そんな感じ。あと玉さんと富山さんの番組が残ってよかったなっていう感じ。おそらくゲストに呼ばれないんだろうなっていう、そのその感じね。え、曲行くの行くに決まってんだろみたいな感じのリアクションされましたけど、デニムスで Life is good。色を
引き算いるものいらないもの無駄も面白がりたい合理的な取捨選択より不条理なプラン描くまだ食らいつくよ Life is good 濡れた眼球でもたつくとどまっては進んでく激流の中でもう迷いはないここまで来たんだくたびれたままでも尽くし少しは頑丈になれたかもな上がり下がりも繰り返して思い通りにはいかないけど醜いこの世も美しい喋ラジオ、俺ラジオ好きなんだ。で、だからラジオが割と好きで、で、自分でもやや得意だと思い込んでる節があって。で、その、で、呼ばれるとほぼ出かけんだけど、その、今、あいつ暇そうだなって言われて、こっちのラジオ出ないとは出て、それでもまだいっぱい喋りたいから、いろんなところの、つてを頼っては、俺こういうラジオやりたいんだけどみたいな企画を出したりとかそういうことも してる中でさ、例の神さんの買い物についてってさ、付き合ってって言うと頼んでないけどみたいな感じになっちゃうんで、神さんがどっか行くのって言うと、どさくさ紛れてソーセージ買ってもらおうと思って、ついてくっていうね。で、勝手に買い物カゴ入れちゃぶん殴られるみたいな形でいろんなとこついてくんだけど、ただユニクロ行ったらさ、ユニクロ行っても別に俺のサイズないからさ、別にユニクロついてく必要ないじゃん。だけど神様が買いたいもんがあってうろうろしてたらさ、なんかユニクロの店内ラジオみたいなのやってんだよ。これ出れねえかなと思って。ねえ。俺サイズねえからどうなのかなと思いながら、したらなんかその店内ラジオがよく聞いてるの。ラジオ、まあ、音楽流れてると思うじゃん。もしくはそのユニクロ、温度みたいなやつね。ユニクロマーチみたいなやつをね。岡田屋モアーズでかかってた、モアーズ心を揺れるひとときみたいな、あれがかかってると思うじゃん。お店の歌が。ね、知らなくて、その、ユニクロ黒黒、黒黒がかかってなくて、で、なんか、おしゃべりがかかってんのね。で、それが、なんか、よく聞いてたら、ね。その、番組の特性を知らないと、ゲストで言っても迷惑かけるだけだから。ゲストとかそういうんじゃなくて、なんか、去年やった、私とユニクロみたいな、なんかその、短文コンテスト、文章コンテストみたいな、やつの、優秀作品を、結構ゴージャスな、木村すばるくんとか、あと声優さん、女性の声優さんとかが、こう、次々と、読んでる、やつなの。で、それの、なんか、内容を聞いてて、俺もさ、だ上手に読めるかどうか、ちゃんとね、聞いとかなきゃいけないから。なんか、私の夫は、エベレスト付近、だから、チベットか。チベットに住んでるなんとか族なんですけど、みたいな。で、そのなんとか族の、彼が、日本に来日した時に、たまたまユニクロに行ったら、これは素晴らしいっつって、その、ユニクロの、あったかいやつ。あったかいやつ。ヒートテック。ね。見事だよね。一文字も合ってないんだから。伸ばす棒だけ。ね。ヒートテックがすごいと、こんなに薄いのにすごいって言って、10万円分そのチベットだかに買って帰って、その周りのなんとか族の人たちも、大喜びです。みたいな。で、あとは、学生時代スキー遠足がありましたね。お母さんにウインナーを買ってきてほしいって言ったら、お母さんが聞き間違えてユニクロのインナーを買ってきてしまいました。で、ただその遠足と寒波が重なって、インナーを買ってきてくれてよかったなって思いましたって言って、もう超面白くて全部聞きたいんだよ。神さんがもう買うもん買ったから帰るって言うんだよね。どうやら聞いたらポッドキャストでもやってるっつうんで、研究してオーディション行こうと思って、あと次の大会にもなんとかユニクロの思い出を作ってね。サイズがないんだけど、今サイズがないんだけど、ここから来るちょっと面白ほっこりでしょ、これ多分面白ほっこりを入れていくのがいいらしいんだけど、やりたいね。
もうでも上坂すみれさんさけ声優さんの綺麗綺麗な声優さんのとか、あとその木村昴くんとかやっちゃってっから、まあ、ここが好評だから、だから軍勢のブリーフコンテストのブリーフエッセイのね、軍勢の白ブリーフ、エッセイコンテストのやつだったら、なんとか俺多分書けるやつもあると思うから、軍勢の白ブリーフ、そのエッセイ、あのね、福助か軍勢がやってくれたら、多分福助だったと思うんだけど、小学校5年生の時の臨海学校に行って、そしたら、その、最後の、脱衣所の最後に風呂入る班だったの。で、その脱衣所に、その白ブリーフが、の、落っこってて、しかもうんこがついてる。で、そのことがもう、嬉しくて、もう、持って駆け回って、その、泊まる、林間学校の、施設中を、うんこつきパンツ誰の、うんこつきパンツ誰のって言ってたら、先生にすっごい怒られて、その先生が、それを被って正座しろって言われて。ちょっとわかんなくないな、それ被って正座しろって言われて、うんこつきパンツ被って正座してんだけど、俺は自業自得じゃん。俺はさ、そんな、その人のパンツをそんな、その、晒し漏れしたんだから、パンツの主のやつ、どんな気持ちでいればいいの、その。罰として、罰の、普通の正座じゃ、ね、足りないから、プラス罰で、己の罪もないパンツを被らされてて、それをこれ通るたびに、うわ、汚い、うんこつきパンツ被ってるみたいなことをみんなに言われてるわけだから、俺も傷つくけど、俺の傷つきは自業自得。だけど、そのうんこつきパンツを落としたやつに関しては、そのうんこつきパンツを、なんだろう、こう、すごい、でもそのさ、加害者は俺でもあるけど、絶対先生でもあるじゃんか。これが、その福助なり BVD の、なんか店内で流れるみたいなことはないかね。一度ちょっとみんな聞いてみ、なんか、そこはかとない。この番組のリスナーって、めちゃめちゃ、その、ものを書く才能があって、本当に心から支えられてると思うけど、あのユニクロのやつ、難しいよ。その、大笑いさせたいわけじゃないから。大笑いさせたいわけじゃないから、じゃあ、来るべき日のために、福助の白ブリーフ、福助に限定したと福助にしか持っていけないから、白ブリーフと私っていうの、これもね、長さがいいのよ。すっごい長くないの。だってさ、そのさ、なんとか族の亭主が来て、その、ユニクロの、その、に、気に入って買っていくって話、途中で貝移ったりしたらすげえ嫌じゃん。ね、どうなったかが知りたいから、寸も割と短くて、なんかね、面白ウェットなんだよね。なんか、面白感動みたいなやつなのね。じゃあ、番組終わったら、一応また、フォーム作っとくから、白ブリーフと終わって、だから、ハートウォーミングな要素絶対入れなきゃダメだよ。絶対入れなきゃダメで、そのうんこついてたのを落としてたのは松井くんなんだけど、その、松井くんごめんねって俺が言った。ね、松井くん俺のせいでごめんねって言った。ね。ね。あの感じをちゃんと最後まで入れて、みんな最後は友情の話みたいのにしないと、ちょっと違うなっていうのあるんで、短くなきゃダメよ。ね、短い中に、笑わせすぎない。でもなんかユーモアはある。でいてなんか、ブリーフに対する、よいしょ。ね。もう必ず、ね、必ずそれは入ってくるから、入れた形で、ちょっと書いてくんないかな。で俺それでまた就活するよ。ね。またレギュラー、ラジオのレギュラー一本ということで、みんなは、その、福助の直営店に行かないと聞けないけど、ねえ、それは聞けないけど、ね、うまくいけばまたレギュラー増えるかもしれないんで、で、あとで番組終わったら、ね、みんな多分ね、ブリーフの思い出ぐらいは絶対、あるはずですから、ね、うんこ漏らしたブリーフを、投げて、隣の家とうちの家の間に落っこっちゃって、隣の家が家建て替えようと思ってるのっていう話をしてるのをやめた方がいいって言い続けた話とかあるんだけど、ね、そういうのもちょっと後でもらいましょうかね。
TBS ラジオジャンク。この時間は小学館マルハニチロ他各社の提供でお送りします。人生山あり谷ありローンあり、煩悩まみれのぐーたら男がマイホーム購入をめぐって大騒ぎ。大人気日常コメディ漫画マイホームアフロ田中コミックス発売中。ローンとか金利とかわけわかんねえよ。小学館。グラミー賞9回受賞、ジャズの歴史を背負いその最前線で幅広く活躍を続けてきた生ける伝説ウィントン・マルサリスが4年ぶりの来日。 TBS ラジオ公演ウィントン・マルサリス・セプテット・イン・ジャパン2023、3月23日24日は新宿文化センター大ホール、25日はサントリーホールで開催。23日にはスペシャルゲストとしてピアノに小曽根誠、ベースに中村健吾を迎えます。チケット好評販売中、詳しくはサンライズプロモーション東京または TBS ラジオホームページのイベント情報まで。 905FM 954AM TBS ラジオ。なんか今ビンちゃんが見つけてくれたのはネットにちゃんと入ってんの、ネットにあんのね、そのユニクロに公式のそのお客様感謝企画ヒートテックエピソード募集キャンペーンつって優秀作品みたいのがいっぱい並んでんだけど、ザーって CM の間見ただけなんだけど、うちの番組のリスナーには書けないと思います。なんかね、上手にごますりながら心温まる話に、しかもこれ200文字ぐらいかね、200文字ぐらいにスッてまとめてますから、あの読む側が規制を発する必要があるみたいな、そういうような文章が一切ないですから、でこれを言われるとこあの多分みんなプライドに火がつきますから。じゃあブリーフでキュンって来させたらすごいよね。ブリーフ200文字でちょっとキュンってきたら相当なもんで、あしかもあの、BVD や福助を喜ばせるっていう、ビッびっくりするぐらい喜ばせてるから、全員がこれさ、お客様感謝じゃないよね。お客様にかなんか感謝させるっていうこう謎のそのコンテストだよね。そうね、あと今日は言っとかなきゃなんないのはで、明日 LINE キューブ渋谷、ね、昔の渋谷公会堂で、会場18時、開演19時で、爆笑問題カーボーイ25周年ライブ、ついでにバカ力があります。で、配信チケット発売中で、配信チケットの買い方は僕はよくわかりませんけど、どうもチケットピアとかで買えるみたいです。2500円します。ね。ちょうど2500円、2000円、1000円札を2枚と500円玉を、溝にねじ込んでなかったことにしたいみたいな人がいれば。ね、今ちょうどなんですよっていう。今月どう、帳簿が全然合わなくて、1円でも合わないと、もう店長からすごい怒られるんだけども、2500円も多くあるっていう時に、あの、証拠隠滅のためにこれに使ってもらえるといいかなと思うんですけど。で、明日のイベントに向けてメールを募集中です。で、漠然としてんですけど、3人に話してほしいテーマと理由を書いて、アドレスです。アドレスよく聞いてください。BAKUSHO 爆笑です。BAKUSHO 爆笑アットマーク TBS.CO.JP、爆笑アットマーク TBS.CO.JP で、爆笑問題のライブにお邪魔してるから、これ爆笑問題の構成スタッフが選ぶので、多分、いつも、あの、伊集院にいくらしても、こう、揉み消されてるような質問みたいのも、僕がそれをこう、死者選択する、その権利がありませんから、僕が長年どんなボランティア活動してきたかみたいなことも、もう向こうが選んじゃったら、しょうがないですよ。ね、
かわいそうな象にどう絡んでたのかっていう話とかもね、聞くことができるので、ぜひですね、明日のイベントで3人に話してほしいテーマ、締め切りがギリギリで明日の昼間まで受付中なので、なんかある人は送ってください。月曜ジャンク9回裏ツーアウト満塁、ピッチャーマルハニチーロのピンチを救ったのは浜を守るスターたちだった。次回パイレーツマルハニチーロ、前だけ見よ、横浜 DeNA ベイスターズがついている。全力投球マルハニチーロ。 TBS ラジオ公演スロバキアフィルスペシャル、7月6日木曜日、東京赤坂サントリーホールで開催。スメタナ、モルダウ、ドボルザーク、チェロ協奏曲、新世界より。黄金のスラブプログラムを名門スロバキアフィルとチェリスト笹沼達希がお届けします。チケットは各プレイガイドで販売中。詳しくはコンサートイマジンチケットセンター 03-3235-3777 03-3235-3777 または TBS ラジオのホームページイベント情報まで。調べれば調べるほどすごいな。さっき言ったヒートテックの企画もう締め切っちゃってる。要は、そこで優秀だったものが、その、ユニクロの中に流れてたわけだから、もう締め切っちゃってんだけど、心に残るヒートテックのエピソード110点に総額1110万円プレゼント。1110万円相当って書いてあるけど、プレゼント。すごくない？今日日一生懸命、その、みんなを深夜に腹よじれるほど笑わせてるにもかかわらず、よくわかんない中年男性の裸の写真とか送られてくんだよ。興味。人気だ人気だ言っといて。ナンバーワン深夜放送ぐらいのこと言っといて、得体の知れないカードを、手製のカードを送りつけられるという。すげえな。ここだったら、こういう景気のいいとこだったら雇ってもらえるんじゃねえかな、もしかしたら。ねえ。負けてらんないですよ、僕もう。だから、僕は福助派ですから。ねえ、もう、ここすごい、こう、綺麗の意識高い感じならもうわかりましたから。ねえ。どっちかというと、俺が共にしてきたのは、もう、福助。福助軍勢。ギリ BVD ぐらいですから。ぜひぜひ、ね、お願いしたい。ね、ぶっちゃけらんないで大変だなって、大変だなっていうね。今日も頭からなんか勢いでぶっちゃけ、いろいろぶっちゃけましたけど、まあ、ぶっちゃけられないで大変だなって思って、なのね。笑点の新メンバーが、一之助さんになったじゃないですか。で、一之助さんも予想されてたけど、いろんな人の名前が上がってたじゃないですか。ね、ね。で、中で、本当に少数だけど、伊集院なんじゃないかっていう、最初、伊集院なんじゃないかっていうものの分かってない人がいるなと思ったら、なんかよくよくこういろんなの読んでみると、SNS とかで読んでみると、昔は、僕の子供の頃は、南信介さんっていう、もともと、ま、コントっていうか、ま、爆笑王ですよね。コントの南信介さんが司会をやってて、でいて、その、ま、歌丸師匠、菊蔵師匠、あとうちの師匠の師匠とかを、ま、牛耳ってたわけだから、司会だったら、落語家じゃないやつでもいいだろう。で言って落語のことは分かってて、それなりの年の伊集院が翔太さんのとこに行って、翔太さんがレギュラーメンバーに戻るっていうのはどう？みたいなものを書いてる人がいて、
なくはないな。いやいや、なくはないこと。なくはないことはないけど、ね。でも、なんかそういうことになりながら、本当にトップシークレットで、誰になるかわかる、当日発表まで誰になるかわかんないで、みんながずーっと予想をしてたじゃん。で、あの時に結構ギリまでうずいたのは、俺ですって書いちゃおうかな、つって。ね、いうことで。ね。いうことでだよ。師匠も師匠の師匠も、師匠の兄弟弟子である好楽師匠もお世話になっている商店に、泥団子を投げつけてみようかとか思ってたんだけど。いや、実は僕ですっていう。で、するにあたっては、楽太郎の名前を僕が継ぐことになりましたみたいな嘘を全部投げつけることで世の中混乱させてやろうか、とも思ったんですけど、何のために何のためになんですよね。でまあ本当に個人的にも誰になったら面白いのかなとか思いながらね。でいて一之助さんなんかは大変なのは、一之助さんは逆に言えば商店の力なしで落語界のトップまで行ってる人だから、ここでその商店を受け負うっていうことでその揺れるとかもちょっと分かんなくはないんだけど、もっと揺れてる人いたんだと思ったのが、結構有力候補に上がってた、長家老桃花さんっていう女性の落語家さんがいるんですよ。で、この人が、本人のやってるポッドキャストで話してたんだけど、配信ラジオみたいに話してたんだけど、当日が来るまで私じゃないとも言えないんだって。要するに、まあ、落語界全体が誰なんだろうっていうんで盛り上がってるわけじゃん。盛り上がってて、その間に、その、桃花さんは、長家老桃花さんは、師匠の代わりで、大喜利並んで、あそこに並んだ女性初のメンバーですみたいなことを言われてるから、で、しかも、前の週かなんかのヒントで、この、こう、長いレギュラーの、その欠けてる期間の間に、一回商店には出てる、その、人が、今回、レギュラーメンバーになりますみたいなヒントも出されてるわけ。で、その中で、すごい、その、やっと愚痴が言えるっつって、桃花さんが、愚痴を言ってるのが、自分はわかるわけじゃん。自分じゃないっていう。ね。自分じゃないっていうのはわかってるわけじゃん。ね。で、そんな中で、すげえ、こう、SNS に、とか、友達とかから、ファンの人まで、あなたのことが好きだけども、まだ商店の器じゃないとか。あと、桃花さんはね、すごく落語も上手なんだけど、商店の、それは差別的な人が、商店の大喜利メンバーに女はいらないとか、ありとあらゆる悪行雑言と、あと、なんだろうね、褒めてる方も、間違いなく、ネットとかを多分自分でサーチするんでしょうね。そうそう。褒めてる方も、間違いなく、新メンバーは桃花さんに決まってると。ね。なぜならっていうね、スケジュールをある筋から調べたけど、商店の収録のある土曜日が、全く仕事が入ってないんだと。で、桃花さんによると、普通に暇だと。なんだけど、話し家が、人気の話し家が、稼ぎ時の土曜日が、こんなに空いてるわけはない。だから、いよいよ来ましたと。新しい時代ですと。女性落語家の、この、長家老、桃花に、決定なんですって書かれてる時の、仕事ねえことばらしてんじゃねえよっていう感じの、大変だったんだなと思った、あの周りのあの商店メンバー本人も隠すのすごい大変だったって言ってたけど、その家族にも隠すぐらいでやってましたって言ってたけど、本人はさ、まあ、ある意味これから大変だろうけれども、商店メンバーになるっていうメリットもあるし、自分が受け止めなきゃならない事実を、としてでやってるわけじゃんか。だけど桃花さん他の人たちは根も葉もないのに否定はできないっていう状態で待つのとかは結構大変だったろうね。でなんか結構さ、いや私はないって、例えば大親友とかに私はないって言っても、そういう顔して否定するときは
逆の逆だねみたいな。ね、もうそうなってくると大混乱なんだろうなと思いながらね。まあまあこれでそれこそネットニュースに伊集院司会はあり得ると思っていたと嘘吹くみたいなやめてくださいよね。ご迷惑がいろんなところにかかりますからね。いやだけど本当に笑点だメンバーガラッと変わってどうなっていくのかね。ここで川口由里奈 by ガンバレルーヤのチーキーチーキーをお聴きください。誰がなんて言ってたとかどうでもいいじゃん。誰と誰がどうだとかも興味ないや。常に思うの Life is short ways。 人の目気にする暇はない。 yeah, yeah, yeah. 瞳閉じ描く My World 鮮明に Light up 頂上の Queen。 本能が刺激する。躍る強く強く。でもなんか、笑点もこういう時代だからさ、その女流落語か女性のその話か、その男女関係なくメンバーに入るっていうのは、まあ、あるだろうし、あるべき、これからもあるべきことだと思うし、次の、ね、今リーチがかかってる人が、こら、ねえ、まあ、なんかメンバーがまた新しく入るときに、桃花さんがなるっていうことは全然あり得る話なんだけど、一方で、あそこにこう言ってんで女性が来たときに、今までの関係で言うと、男同士でかなりどぎついんでてもバンバンぶっ込んできた感覚で、行かざるを得ないこととかが、厳しい人たちにすごい怒られる可能、やっぱり落語のベースにあった時代は、ね、落語家のみんなは分かってはいるけど、落語がベースになってた時代は、かなり、男尊女卑、その、社会、だから、すげえやりにくくなってるネタもある中で、なんかその、女性であることを、いじることになった時に、物議を醸しかねないみたいなことは、あるんだろうなっていうのは、あそこで、小遊三師匠のエロ親父ネタみたいなスケベネタみたいなことが目の前に女性がいるときに炸裂しちゃったときにどう捉えられるだろうみたいなことも出てきちゃうから、なんかその時代が変わる、ここからは変わるんだけども、その変わる手前のところに人難関は俺はあるんじゃないかなって思ったりはする。全然違う話をしようと思ったのに、なんでこの話をし始めたのか分かんないんだけど、うどんの話していいかな。ちょっとこれはもう本当にみんなね、そのお店自体がすごい狭いので、狭いからこそ名前を言うのをやめたりとか したんです。ご迷惑がかかるから、したんで、調べれば今時皆さんのその検索力を持ってすれば、お店を特定できたりはすると思うんですけども、僕に関しては、それはしたくないから名前を言わないんですけどね。だから、
いろいろこう自分で節度を持って、食べに行くなら食べに行ってほしいんですけど、ベストバイの時に、餃子屋さんを一軒教わって、家からかなり離れてるんですけど、その餃子屋さんに行ったの。そしたら行ってみて、その餃子屋さんが、もう本当に小さくて、テイクアウトコーナーと、あとそれ、お客さんが入るとこがあるんだけど、普通の中肉中背のお客さん、いや、細めのお客さんで、行けて4人。で、俺は、お店に無理やり入ると、お店の形になった上に、脇腹に餃子の鉄板がついちゃうぐらいの。本当に狭い店なの。で、本当に狭い店で、で、メニューも餃子とビールしかなくて、で、たまたま、その、入った後も、常連さんが開けては、あ、いっぱいか、つって。で、俺はもうだって、中でピチピチ、みっちみちになっちゃってるから。ね。あの、縁日でペットボトルの中にさ、あの、黄色いカエルのおもちゃ入れてさ、水入れると中いっぱいになっちゃうやつあんじゃん。あれみたいになってるから、俺。ね。あの、親父いるだっつっても、親父はもう俺の二段腹と三段腹の間でくっちゃくちゃになっちゃってるし。で、もう、餃子も俺も焼けちゃってるぐらいになっちゃってるから。すいませんなんて言いながら、そこのメニューは餃子とビールしかないんで、で、しかもね、テイクアウトがめちゃくちゃ混んでるから、ビール出てきたけど、餃子がなかなか出てこないんで、ビール勝手に取ってみたいな感じだから、取っちゃビール飲んで。で、実際餃子をいっぱい頼むのは申し訳ないんで、一皿だけ食べて、すきっぱらにビールいっぱい飲んで、いっぱい飲んで、餃子一皿だけ食べて、うまかったなと思いながら表出たんだけど、もうなんかネタ語を起こした状態で酔っ払ってるから、あの辺の商店街をうろ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 、ね、その、俺の知らない商店街を、うろうろしてて、したら寒くて、すげえ寒くなってきた。ビールも飲んでるし、寒いなと思って、なんか食いたいなと思ったら、うどん屋があったから、そこのうどん屋入ろうと思って。で、そのうどん屋入ったら、うどん屋に、モヒカンの、なんつったらいいのかな。モヒカンの、和柄の、タトゥーの、デザインのシャツわかります？ね、あの、タトゥーじゃないです。和柄のタトゥーのシャツに、モヒカンの、お兄さんとおじさんの間、俺よりはちょっと年下ぐらいの人がいて、入るなり、ラーメンだったら昼間だけですよって言われた。ね。で、俺が、いや、あの、うどんが食べたって入ったの、うどんダメですかって言ったら、あ、うどんは夜大丈夫ですって言われて、で、なんかそのおじさんお兄さんの、トーンが良かった。まずうどんがめちゃめちゃうまい。あの、あんまり東京で食べない、かすうどんっていう、たぶんホルモンかなんかを、ギューつって焼いた、なんかカピカピのやつがいっぱい入ってるうどんなんだけど、大阪風のうどんなの。かすうどんめちゃめちゃうまい。で、うどんって、あの、さぬきうどんがブームになりすぎて、東京のうどんみんな、喉越しと噛み応えばっかりになって、割とさぬき風のうどんが多くなっちゃって、さぬきうどんもうまいけど、大阪とか福岡とかの、割とこう、ふにゃっとした柔らかいうどんがうまい、あの、すごい好きで。で、食べてうまいの。うまくて。で、他のものもうまい。ちょっとおにぎり、それ、そこにあるサランラップ包んでるおにぎりを食べたら、食べた数だけ100円玉入れといてみたいな感じのお店なんで、うまい。で、話してても面白いお兄ちゃんでね。昼間のラーメンがめちゃめちゃうまいって言うの、その人が。ちょっとその時引っかかったのは、昼間のラーメンがめちゃくちゃうまいっていう言い方が自分をそんなに褒めるかっていうね。手前味噌もすごいなと思いながら。でも俺自体は、まずうどんがうまいって思う。で、ラーメンをそれほど食べないから、あの、うどんがうまいと思って。で、神さんが来日したんで、神さん関西の人だから、俺多分絶対好きだと思うんで、東京であんまり食べない関西の、それかすうどんの本格的な店だから、つって。で、もう一回行ったんだ。それ記憶をたどりながらもう一回行ったら、入り口のとこで、ラーメンあの昼間だけだからってまた言われて、いや違うよ、この間来たじゃん俺って言って、あーどうもどうも来てくれたんですかみたいな。ね。で、神さんにうどん食わせたくて、つってうどん食べてたら、すぐ横のとこに、一人また全然、同い年ぐらいの、またちょっと違うタイプの、サングラスにちょびひげ、ネズミ先輩っぽくした感じの人がいて、で、ネズミ先輩をもっとポッポポ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 にした感じの人がいて、ネズミ先輩なんじゃないかな、みたいな、人がいて。
で、またうどんうまいって話してたら、昼間のラーメンがもっとうまいんですよみたいな話から、謎の構図が分かったのは、その横にいたネズミ先輩っぽい人のラーメン屋が昼間やってて、で、すごく評判がいいから、昼間でラーメンは必ず売り切れちゃうから、夜友達のこの人に別にうどん屋をやらせてるって。だから褒めてるののトーンが、なんかそんなに自分を褒めるかっていうんじゃなくて、なんかその友達のラーメンがうまいことを褒めてたんだけど、これややこしいのは、昼間ラーメン屋で、で、俺この場所がわかんなくなっちゃったから、この辺なんだけどなって探した時に、食べログ 3.8 点みたいな。要するにラーメン屋さんの中ですごい有名なとこらしくて、ラーメン屋として書いてあるわけよ。で、そこでまた神様は俺より余計話すから意気投合して、じゃあ次ラーメン食べ行きますよ、つって、ラーメン食べ行って。で、俺の好みはやっぱりラーメンよりうどんだから、あ、うどんうめえな。ラーメンもうまいけどうどんもうまいってことになって、で、ビンちゃんに、あそこが夜ラーメン屋さんだから、あ、夜うどん屋さんだから、行ってみてよ、つって行ったら、ビンちゃんが行った夜は、たまたまうどんが品切れだから、ラーメンを多めに作って、夜もラーメン屋だったらしいのね。だから未だに誰とも分かち合えない。複雑なあり方をずーっとしてるから、のよくわからないまま。で、もうビンちゃんは話してるビンちゃんうまかったですよ、つってんだけど、具の話を聞いてると、ん、それの、なん、ラーメンなんで結局。だから、今のところ誰とも比べられないまま、酔っ払った感じ。これを聞いただけでも多分ね、知ってる人は分かっちゃうんだと思う。相当有名なラーメン屋さんで、そこは夜はうどん屋さんですよっていうことなんだけど、なんかね、そんな話、珍しくその後ラーメン屋さん並びましたよ。並んで食べて美味しかったですよ。月曜ジャンク、一流ミュージカル深夜のバカシカ。TBS ラジオ公演、林部聡30歳の旅立ち、叙情歌を道連れに、日本の美しい調べを林部聡の柔らかな歌声でお届けします。3月4日茅ヶ崎市民文化会館で開催。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。エレコミック安井一郎です。エレコミック今田千鶴です。片桐仁です。3人合わせて我々エレカタです。コントライブエレカタコントの人ナーナーアイタペアペア、2月5日東京公演の昼と夜公演の模様を2月13日までアーカイブ配信中でございます。元気に最後まで行けてよかったね。絶対見てください皆様。喉も枯れました。枯れたのかよ。枯れてないで見てほしい。TBS ラジオ主催コントライブエレガタコントの人ナーナイタペアペア、2月13日までアーカイブ配信中です。チケット販売中。詳しくは TBS ラジオイベントページをご覧ください。配信見てくれーなーなー。 905FM 954AM TBS ラジオ。 TBS ラジオジャンク、この時間は小学館、マルハニチロ、他各社の提供でお送りしました。住まい探し、物件を見に行く前にイメージを膨らませたいと思っているそこのあなた、物件数ナンバーワンのスーモはビジュアル情報をたくさん、写真がいっぱいあって動画やパノラマで部屋の雰囲気も分かっちゃう。だからイメージしやすい。住まい探しはスーモで検索。リクルート。音楽の力による心の復興を。 TBS ラジオ主催、つながる心、つながる力、みんなで作る復興コンサート2023、サポーテッドバイ日立物流ロジスティード。3月4日土曜日、宮城県石巻マルホンマキアートテラスで開催。仙台フィルハーモニー管弦楽団と森山良子が夢の共演。チケット販売中。オンライン配信でも視聴できます。詳しくは TBS ラジオイベントダイヤル 03-5570-5151、または TBS ラジオイベントページをチェック。マキタスポーツです。
芸人になって25周年、今年も単独ライブ音ネタ6を開催します。普段テレビじゃ見れないような濃い音楽ネタをお届けします。 TBS ラジオ公演音ネタ6、4月21日金曜午後6時半草月ホールで開催します。チケットは全席指定税込7000円、各プレイガイドで販売中です。詳しくは 050-5211-6077 ホットスタッフプロモーションまでお問い合わせください。音楽とシャレ、毒とウィット、大人の笑いか、それともただの愉快な老人の愚痴か、お楽しみに。ところその、まあ、関西出身でカスうどんなんかいっぱい食べてる、でまた関西のうどんもよく食べてる神さんもうまいって、そのまあそのモヒカンの人は、モヒカンの人は関西出身で、で元々焼肉屋さんだっつったから、だからなんかそのおつまみにお酒飲む人にレバーを焼いてくれるんだけど、このレバーの焼き方が天才的にうまいの。そのミディアムレアみたいな、周りは焼けてますっていう、まあ、第一段階としてレバーってカチカチに焼いちゃった時に、あのもうレバーの悪いとこ全部出るよね、なんかね、あのカチカチに全焼きしたそのレバーとはなんかこう友達になれない感じするじゃん。でいて、あの腕のいい人はあれの周りは焼くんだけど、中を割とこう生を残すじゃん。でこの先に何かあって、生の中心部が冷たい人と、なんか人肌ぐらいまでは行ってる。その外はちゃんと、いろんな、その、菌とかもあるからね、いろいろ問題になったこともあるから、その焼き加減がすっごいうまくて。で、あとその、たまに気まぐれでご飯が余ると作るっていう、昆布の、なんか手製の昆布の佃煮の入ってるただのおにぎりがね、ラップでくるんでる。だから、なんかね、みんなで、あの店うまかったなっていうものの、バリエーションが多すぎて、何がうまかったかであんま意見が合わないっていう、謎の店だったね。あとはなんか、神さんがいない間にさ、その神さんはいつもさ、洗い物とかをさ、まめにやってくれるけどさ、俺なんかこう、溜まったらみたいな。それはもう洗濯物もそうだし、台所の洗い物も、まあ、溜まったらやる。だからさ、なんか台所が汚くなってさ、その台所の物自体は、神さんが来日する前に全部綺麗にしたものの、その流し台とかの、なんか白いの、みたいなのが、あの、取れなかったりとか、ちょっと錆びてるとこが出たりとかしててさ、ハウスクリーニング頼んだね。で、あの、本当は神さんが来る前にやりたかったんだけど、あの、いつも綺麗にしてるって嘘をつきたかったんだけど、神さんが来てからしかスケジュールが取れなくて、ハウスクリーニングが、実はあの、ハウスクリーニングが頼んでて来るんだって言ったら、また例の神さんの、ハウスクリーニングの人にこの汚さは申し訳ないというよくわからないモードが出て、すげえ掃除し始めて。で、俺もうそれを横で見てるのもさ、なんかさ、汚くしてんのは俺だから、今までは神さんと俺の食った飯を神さんがやってくれてただけだけど、俺が汚したやつだからさ、それも悪いなと思ってさ、あの横でその磨いたりとかしてたらさ、びっくりするぐらい綺麗になってさ、でもうピッカピカになったところにハウスクリーニングの人来るんだよ。でもすごいね、なんか俺のピッカピカのあのなん俺のピッカピカなんてあの本当にうんこがまだなすりつけてあるぐらいの感じ。その向こうのレベルのピッカピカすごくて、なんか結局ハウスクリーニングの人に、あの、やってもらってよかったなってことなんだけど、俺途中で出かけて、で仕事して戻ってきたら、ハウスクリーニングのおじさんとうちの神さんとハウスクリーニングのおじさんの弟子が3人で焼きそば食ってるのちょっと面白かったけどね。なんかわかんないけど、なんそういう俺の中での神さん、俺はやっぱどっか心が荒れてるのは、お金を払ってハウスクリーニングの人にやってもらうんだから、やってもらえばいいじゃんっていうことだし、お金を払って仕事に来てる人に焼きそばを作ってご馳走する感じが俺の中ではすごいないの。だけど、なんかやっぱね、あいつはすげえなと思って、なんかあの友達みたいですね。ね、なんかハウスクリーニングの人と、美味しい店の情報の交換とかしてて、なんだかなこの人はと思いながら、あの過ごしてますね。
で、あと、神さんとあれ行ったな。クロマニオンズのライブ。クロマニオンズのライブ行ったんですよ。で、なんか、これどうしようかな。横人の移住員だってのは気づかれてるからな。気づかれてる人がこれを聞くと多分、復讐しようと思うかもしれないからな。なんかさ、隣の席にいる人がさ、ライブ中だよ。ライブの始まりから終わりまで、ずっと携帯でなんか打ってんの。ライター、メールを取ったりとかずっとしてんの。で、クロマニオンズのライブ始まる前に、最低限のマナーだけ、申し上げときますの中に、携帯はスイッチを切ってくれって言ってるんだけど、つけてて。で、途中で後ろにいる人たちが、もう、ちょっと腹に据えかねたらしく、係の人が来て、ちょっと迷惑って言ってる人がたくさんいます。って言って、で、そいつが、すいません、みたいな感じになったんだけど、そいつ、明るさを半分にしただけで、まだずっと続けてんの。なんかさ、そのさ、すごい眩しいわけじゃないけど、もうさ、二度とそこから目離せない感じになるじゃん。すげえなと思ったのは、クロマニオンズが超えてきたっていう、その超えてくることで。なんかね、すげえな。こう、もう、ビチビチ跳ねてる、河本ひろとを見て、ね、喋らずにずっと、その、ただただ楽器をかき鳴らし続けるマーシーを見て、なんかこうどんどん入ってくんだよね。でいてなんかこう柄にもなく乗ってくんだよね。乗った後で、キングコブラっていう歌が一番俺の中ですげえこう盛り上がったんだけど、キングコブラっていう歌の中の恋のキングコブラって絶叫するとこがあるんだけど、全部歌聞き終わって帰り神さんと車乗ってる時に神さんと恋のキングコブラって何っていうちょっと本当にその歌詞の無意味化っていうか感覚化っていうかなんかねすげえなと思って、あのお経とかって意味も通るし音としてもいいよりできてるらしいんだよね。なんかね、なんかそれと一緒でなんかもう乗らされちゃってビョインビョイン跳ねながらキングコブラ歌ってて、でもうあーいいライブだったなーつって帰りに我に帰った二人が顔見合わせながら、恋のキングコブラはどういう状態っていう。ね。じゃ、かけましょうかね。もう、ツアー中で、さっき俺資料出してもらったんだよな。今、ツアー中で、なんだかんだで4月の29日の北海道まで、ブワーっと、この、マウンテンバナナ2023、やっております。クロマニオンズ、ザ・クロマニオンズで、キングコブラ。Yachima!
キングコブラ、恋のキングコブラの意味はわからない。相変わらず。でも気持ちがいい。とても気持ちがいいっていうね。あとライブもう一個行ったな。昔の知り合いが、今そのライブ関係の仕事をしてて、で、お笑いライブあんだけど、今度お笑いライブやるんですよ、みたいな話。ね、今何やってんの？ライブ関係やってんですよ。あ、すぐ、来週またお笑いライブやるんですけど、って言ったら、メンツがすごくて、ヤーレンズと、ゾフィー。まあ、ここは、割と付き合いがあって飯食いたりするんで、ヤーレンズとゾフィーと、ナゴンと、ワラフジナルオと、それから、マキノ捨ててこと、ウエストランドっていう。で、めちゃめちゃ全部ネタ見たかったし、あ、じゃ、その、関係者席空いてたら、お願いするよ、つって、見に行って。それも、まあ、神さんはもともとゾフィーが出だした頃から大好きだから、家で家事するときとかにゾフィーのライブの T シャツ着てるからね。で、それぐらいゾフィーファンだから、ちょうどあったからゾフィーと、あとまあ、ヤーレンズと、まあ、ネタも見たいし、つって言ったら、俺が全然勘違いしてて、で、このライブが、ちょっと変則的な、ナゴンとゾフィーでユニット作って、で、それから、あと、ヤーレンズとワラフジナルオでユニット作って、なんか特別企画を45分ずつのツーマンライブを3組でやるみたいな、ちょっと変わったライブで、なんでちょっとこう、イレギュラーなことがネタをじっくり見ましょうっていうよりは、この組み合わせの化学反応を見ましょうみたいな、いい意味でグダグダだったりとか、そ、あとちょっとこうファンとかが見て、あ、すごい、あ、この組み合わせこうなるんだ、みたいなライブで、いわゆる、その、正統派のネタをそれほどやらないライブだったんだけど、まあまあ、こんな感じなのかなと思って見て。で、ちょっとこう、いたずら心で、俺、その、企画の方の人のつてで、急に行ってるから、ゾフィーも、ヤーレンズも、俺が来てると思ってなくて、キャッキャすげえやってるわけ、そこで。ね。ゾフィーのネタなんて、こう、ひどくて、なんか流れでじゃんけんで負けたやつがコント中にウォッカを飲むっていう。でいて飲み続けてグダグダになっていくネタっていうのと、これは本人たちは倍ビビったろうなと思うのは、ふざけて落語を適当にやってみるっていう、こうネタをやってんだよ。全然いいんだよ。全然いいんだけど、即興で出た文言で、デタラメの落語をなんとなくやってみるっていうネタをやってるわけ。ね、でいて、で、ライブ終わった時に、ちょっといたずら心が湧いてきて、ヤーレンズとゾフィーの LINE に、ちょっとビビる写真あるんだけど見るって書いて、見たい見たいって書いてくるじゃん。ね。で、それで、俺らが、入り口のところで、そのライブの看板の前でピースをしてるっていう写真を送りつけられることで、いたんだって。その場でいたんだってなるっていう。ね。で、ゾフィーの上田からは、ビビったどころじゃないですっていう返信が来て、あと、ヤーレンズのデイからは、ギャーっていう返信が来てましたね。でもなんか、そこですごいと思ったのが、ウエストランドとマキノ捨ててこのコンビなんだけど、ウエストランドのネタは何度か見たことあるんだけど、なんか、その、M1 で勝ちましたっていう格が、本人を作るっていうか、以前見た時に比べてとてもこう余裕のある、マキノ捨ててこのデタラメをちゃんと受け止めて遊んであげて、全部満喫した上で、ツッコミで救うみたいな、もう2レベル上ぐらいの、佇まいをしていて、なんかやっぱそういう、冠を取ったことで、なんかチャンピオンになるっていうことで、何か余裕ができたりとか、おそらくその殺人的なスケジュールの中で疲れてることとかすらも、なんかその、牧野捨てて子が暴れてる間に早めに止めないみたいなことが、すごくて、なんかね、ぐっとくるもんあったね。We'll be right back.
TBS ラジオジャンク。この時間は小学館、マルハニチロ、他各社の提供でお送りします。応援は力になる。そう信じるアオアシはサッカーのすべてを応援しています。頑張れ、負けるな、力の限り。累計1600万部突破、アオアシコミックス30週発売中。小学館。世の中何かとシェアの時代、献血は生きる力をシェアできる。シェア、あなたの元気を誰かの明日にシェアしよう。二十歳の献血、日本赤十字社、ウルトラマンタイアップ中。シェア。知っちゃうとさ、デタラメ落語ってできないの。だからその英語のデタラメは喋れても、日本語のデタラメが喋れないと一緒で、落語のルールが分かっちゃうから、絶対その適当なデタラメ落語できないんだけど、ねアンタッチャブルの柴田と、それからハリウッドザコシショウの適当な落語、ほんと面白いんだよね。なんかハリウッドザコシショウの、私なんかはもう普通のただのジジイでございますからねっていうセリフがよく出てくるんだけど、そんなこと言ってる落語家いる？ねえ、柴田のやつは必ず、そういうことで、で必ずこの横をするんだけど、それはわざとやってないから、間を取るためにやってるだけだから、こっち側はあんま気づかないんだよね。その自分のモノマネができないのと一緒で、あ、人が気づくやつだなっていう。ゾフィーのやつはそこまでは言ってなかったです。ねえ、キャッキャやってましたけど、なんかそれ見てて、なんかちょっとやっぱり斬新だなっていう。ただ本人は多分、あのあたり、伊集院さんに見られちゃまずかったんじゃないかみたいなのはあったかもしれないけどね。新勝ち抜きカルタ合戦会です。番組オリジナルのカルタを作ろうというコーナーです。毎回2つのテーマのカルタが戦って生放送で番組を聞いている皆さんからのメール投票で勝敗を決めます。で、対戦するのは前の週に勝ち抜いたカルタと、現在たくさんのテーマを同時に募集している予選ブロックの中で一番盛り上がっているチャレンジャーのカルタ。勝つごとに、あ行か家業、家業が作業と進んでいって負けるとその文字のまま予選ブロックに戻ります。で、和行を勝ち抜けば、カルタは完成でゴールインです。同じ文字で3連敗するとテーマは消滅です。さあ今週の対戦カード、まずは現在勝ち抜き中がただただカレーに関することがテーマのみんな大好きカレーライスカルタ。今週は作業です。意外にうんこ関連が採用されないというね、意外にそこじゃないっていうね。対する予選ブロックから登場のカルタは秋元康大先生の、もう時代が早すぎましたね。グッドアイデアです。AKB48 の美しいパーツを、合体させて CG 加工して架空のメンバーを作ったこの江口愛美っていう大ヒット企画があるんですけど、これをさらに令和版、みんなが追いついてきましたから、令和版全人類を対象とした、令和版の江口愛美を作り出そうというテーマの令和版江口愛美カルタ。ね、デビュー戦です。今週はあ行のカルタになります。それで行きましょうか。まずはこちらから。みんな大好きカレーライスカルタ。作業ですけど、変に流行りだしたんだよなこのパターンな。さあペンネーム豆腐小僧、サウナとかけまして焼きカレーと解きます。その心はどちらも熱いでしょう。ねずっちです。
お前根づち舐めんなよ本当に。根づち逆に謎かけとか知らない世代には魔法に見えるらしいよ。結構今再バズりしてますよ。ね。ペンネーム二番煎じヌードル。佐藤健が一緒にカレーを食べたい男性芸能人ランキングの1位になっていたけど、こういうのって結局好きな男性芸能人ランキングと何が違うの？すごい好きだけどカレーは絶対一緒に食べたくない人なんかいないもんね。ペンネームスズムシ食べた。さ、山菜ご飯にレトルトカレーぶっかけて食べた時のおばあちゃんの悲しそうな顔。鳥行ったんじゃない？久々に孫も来るし、久々に田舎に孫が来るから、もう都会で食べられないもん食べさせてやろうと思って、で山菜熊が出るっつってんのに、山菜鳥ってさ作ったやつにさ持ってきたレトルトカレーをドボ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 。都会で買う山菜と香りが違うっつってたのに。ね。ペンネーム形状記憶老人。さ、刺身をカレーに乗せて食べると美味しいんですよとバラエティのひな壇で熱弁していたポットでアイドルが、いつの間にか霊感強い系アイドルにキャラ変してアベマの番組に出ていました。変な食べ方をうまいうまいって言うっていうね、キャラで最初出てたんだけどね、落ち着いた先が、霊感強い系アイドルっていうね。ペンネームはとこは授乳中。さかなクンに熱々のルーをぶっかけたら熱いって言う。ギョギョって言わない。ギョギョっていう暇ないもんね。シーフードだからギョギョってた方がいいかななんて暇ないもんね。熱々のやつだから。さかなクンなんて言うかって言えば、熱いですね。それはね。もしくはギャーですね。これをギョーしたらすごいですけど、ギャーですよね。ペンネームマイペース。さ、サラサラのカレーがいいか、ドロドロのカレーがいいか、って話してたはずだよな、俺たち。いつの間に三浦淳から口移しされる浜辺美波のうんこが食えるかっていう議論になったんだっけ。なんでこのさ、しかもさ、凝ってるのが浜辺美波のうんこは食えるかっていう議論、まだわかるってのは変だけど、まだわかるじゃん。なんか浜辺美波のうんこを三浦淳から口移しされるっていう要素は、じゃあつってるうちについたんだと思うんだけど。ペンネーム BJ 佐藤氏。地元のヤギ料理の店で名物のヤギ肉カレーを食べようとしたら、店主の子供が近づいてきて目にいっぱい涙をためながら、一番仲良しだったユキちゃんが入ってるから大切に食べてねと言ってきたので、味がよくわからなくなりました。ペンネームスズムシ食べたし、飼育当番になってウサギの餌用の人参を少し盗んで持ち帰ると、お母さんはとても喜んで毎回カレーに入れてくれました。いい思い出だね。ペンネームそろそろ旧姓中山し、10年以上カレー鍋を持った味噌汁前後の人妻が小首をかしげてこちらを見つめる場面がある。これだけを頼りに一本の AV を探しています。
そうやって考えるともう断片的にしか覚えてない AV ってあるね。もう探しようがないよ。どんな AV ソムリエでも探しようがないよな。俺もうどういう前後の役合わせやったんだけど、明らかに男優さんがいわゆる爪襟の学生服を着てる3人組のその学生の役なんだけど、おっさんなのよ。その坊主狩りしたおっさんなんだけど、そのおっさんが女の人の代わり番号にエッチをするっていうのに、3番目の番長みたいなやつが出てくるときに、2番目のやつが真打ち登場だぜって言った、そんな中学生高校生いるっていう、そのシーンだけ覚えてる。言い方も真打ち登場だぜって。そしたら最後に出てきた坊主狩りのおっさんが両手にペペってやってってやってエッチを始めるんだけど、女優さんの顔も全然覚えてないし、これではインターネットでも引けないと思うんですけど、まあ、覚えている方いたら、ペンネームソフィーと双子の姉妹、集団でビレッジヴァンガードに来て、ひときわでかい声でつまんねえ話を面白そうにしているやつは、友達の誕生日に便器型のカレー皿をプレゼントするに決まってんだな。ずーっと俺のさ、子供の頃からあんだよ。あの便器型の皿はずーっとこう、あるのね。それも売れ残りであるわけじゃなくて、多分回転してんだと思うってことは、それなりに買うやつがいいんだね。あ、すごいよね。一人もそのタイプですと友達にならないから、なんかこう、売れてるとこも実物を誰かが持ってる様子も見たことないけど。ペンネームチェリマツ、し、小学生の息子が学校から帰ってきて、台所の小窓を外から開けて、ママ今日カレーでしょと顔を覗かせた時、シャイニングのジャック・ニコルソンを思い出して失禁してしまいました。全然俺たちの思ってた子供と顔が違うんだよ。俺の子供黄色い帽子かぶってたもんね。すごい愛らしい顔してたから、勧誘ドロップの缶の子ぐらいの顔してたよ俺の中。それは親だよ。親がうわシャイニングじゃねえかっつって、ヒゲ面じゃねえかよ。失禁者だ、親が失禁者だ、ジョボ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 つって。なんだかなよ、うん、ペンネームそろそろ旧姓中山、し、十数年会っていない友達から、うまいカレー屋見つけたんだけど一緒に行かないとテレグラムで連絡が来た。なんだよ怖えな、こいつなんだよ、なんか30秒で消えるようにしてんだよ、怖えなおい。俺らでもさ、この最近のあの悲惨なニュースで、俺なんか全然テレグラムなんか知んないから、もともと何のためにあるの？だってあんなためにしかないじゃん、なんか他にあんま分かんないけど、健康的な使いようがあんまよく分かんないんだけど、謎のね。ペンネームそろそろ旧姓中山、須藤元気が激推ししているカレー店、どんなもんかなと思って来てみたけれど、須藤元気が激推ししてそうなお店だったなぁ。だってちょっと意識は高いのかな、ささみとブロッコリーが入ってたりするのかな。もうわかんないけど、なんかそのなんだろうね、その肉肉してるんだけど、その脂身を使ってないとか、なんかすごい意識の高いところもあるみたいな。そらそら須藤元気が推してそう、多分やつが出てくるんでしょうね。グリーンスムージーとかも頼めるのかな。俺の須藤元気の考え方変。俺そんな感じなんだけど、その肉体はすごいけどインテリジェンスも高いみたいな、その感じなんだけど。ペンネームソフィーと双子の姉妹、すき家でテイクアウトしたカレーを夜道で転んでぶちまけてしまい、散歩中のロバート・キャンベルみてえな寒そうな犬に下げすんだ目で見られてしまいました。犬種を特定したいわ。
ロバート・キャンベルみてえな寒そうな犬、多分すごい短毛なんだよね。こっち側からするとなんかちょっともう肌色っぽいぐらい短毛なんで、目はキョロッとしてんだろうね。ペンネーム、ベニーモ。スープカレーとかけまして、ポークカレーと解きます。その心はどちらもカレーでしょう。ネズッチです。お前ふざけんなよ。お前ネズッチ舐めんなよ、本当に。もうよりひどくなってるじゃねえか。もうカレーって言っちゃってんだから、もう。共通点が入っちゃってんだから。ペンネーム、リボ払い坂係長。すみません。ちょっとカレーを作りすぎちゃったんで、ライスを分けてくれませんか。くんねえのかよ、くんねえのかよ、お前、お隣。そんな都合のいい話ねえだろ。これなんか読んだ時はすげえ通じたんだけど、普通みんなに通じんのかな。形状記憶老人。酢飯カレーのことは嫌いになっても、北王子金屋のことは嫌いにならないでくださいって。なんか金太郎を介してなんかすごくくっついた感じがねえ、金太郎のレパートリーを介してすごいくっついた感じがしたんだけど、これを理解しろっていうのは無理があるかな。ペンネーム、形状記憶老人。セリナと最近できたスパイスカレー屋についてちょいと立ち話をしただけなのに、いつの間にかあの人に口説かれましたと話を盛られています。ペンネーム、ソフィーと双子の姉妹。ソープでウーバーイーツを頼んだら、追加で配達員の入浴料2万円を取られてしまいました。サービスされるかどうかは別ですが、入ってきますから。え、待合室じゃなくて、もうマットのある部屋に入れたの。もうラスト、豆腐小僧。ソープランドとかけまして、とても美味しいカレー屋さんと解きます。その心はどちらも行ってみたいでしょう。ネズッチです。もうなしな、ネズッチ。ネズッチ使っていいのはすげえ上手なのができた時だけ。上手な謎かけ以外はネズッチの使用を禁止します。さあ、ということで、カレーでかけるもんだね、結構ね。さあ、そんな中、対するは書くのは簡単だけどヒットするのが難しい、令和版江口あゆみカルタ。ちょっとみんなの中でモンタージュしていってほしいんだよね。もう全員の美しい部分、全人類の究極の形です。ウルトラマン太郎だったかな、そういう怪獣いたのよ。その今までの怪獣の全部強い部分のを全部合わせてるみたい。タイラントっつったから、そんなやつ、ね、だから頭の中で組み合わせて。だこのカルタは多分その部分が絵札であって、取ってこう並べていったりとかすると、ちゃんとこう自分の目の前に、そのそれはそれは美しい新しい AKB のメンバーが、江口あゆみが出来上がるみたいな。ペンネーム、ポニーテール。あ、アタック西本のような角刈り。さっていう。どっちかっていうと僕は目が可愛いと思うんですけど、アタック西本くんはね。ペンネーム、頼むさか。あ、今とこ角刈りだけですよ。角刈りだけですからね。それ以外ですよ。あ、アイドル鳥越のすべて。じゃあアイドル鳥越じゃん、もうねえ、角刈りのアイドル鳥越じゃん、もう。ダメですね。
ラブだけです。ラブっていうその口癖とポーズだけです。ペンネームタチヒロシ、あ、朝倉みくるの歩道歴。いやいやいや、アイドルとしたらね、殺しかねないこと。僕はあのしくじり先生で一緒でしたけど、相当なものありますからね。ペンネーム豆腐小僧、あ、アンジェラ佐藤の紐。ちょっと待って、アタック西本の角刈りにアンジェラ佐藤の紐がついてるのね今ね。細いねじり鉢巻きみたいなね、もう、ペンネームソフィーと双子の姉妹、あ、安藤夏のまたずれ。あ、またずれね。ペンネーム23歳の自称人、あ、あばれる君の汗のかき方。こう粒のようなね、額に粒のような汗がこうキラキラと輝いてっていう。ごめん、今上の方を攻めてんだけど、顔の真ん中のパーツが全然ないから、角刈りに紐に汗だからね。ペンネーム鴨志田四郎、あ、アンタッチャブル柴田のラビットでの立ち回り。あー、そう、タレントとしては相当スキルがありますよ。あのメンバーによっては、え、これ関西ローカルみたいになっちゃうところを、アンタッチャブル柴田がいいポジションで何かこう整えていく感じですよね。そんなアイドル、そんなアイドルなんだ。ペンネームゴイチ、口元です。井上さくらの口から出ている虫の足。コオロギの、コオロギの足ですよ。なんか出てんなっつって。ね、またぎの作ったアイスクリーム、インポッシブルのヒルちゃんの毛量。そうそう、アタック西本くんの角刈りにあの毛量で、額の広さは他の人からもらっていいですね。ほとんど額がないですからね。ペンネーム豆腐小僧、稲川淳二の口ひげ。もうダメだよ、デビュー戦でそれは入れちゃダメ、デビュー戦でそれは入れちゃダメ。ペンネーム大自然守る、イカの生殖器、デビュー戦で入れちゃダメこれ。イカの生殖器がついてたらイカだから。ねえ、ペンネームナウプレのシャリオ、宇宙海賊ゴージャスの肩の鳥。でね、今んとこのパーツでさ、顔面の一番、アイドルの顔面の一番大事なさ、目とかさ、鼻とかさ、口とかさ、で、なんとかなんの。虫出てるよ。もう虫出てるし、剛毛の角刈りだよ。毛量の、ビッチビチの毛量の角刈りだよ。肩にある鳥、オウム。ペンネームピカワ、牛が一番がクイズノーベル賞でかけるメガネ。歌舞伎メイクなんだけど、普通の黒縁のメガネかけてるもんね。ペンネームウサギおいしいかのやま、ウルトラセブンのアイスラッガー。ペンネームハルーテイーお肉、ウォーカーのドレッドヘアと守備力。上がアタック君の角刈りだけど、サイドのドレッドいけるよね、ドレッドいけるよね。ただ守備力低いよ。あの、そう、真面目だから最初の頃に比べるのは良くなったけど、
ペンネームそろそろ旧姓中山。内田裕也の杖。鳥の。もうね、鳥のやつだよね。あれをなんつったらいいのかな。あのさ、杖を中央、中央で、杖に全体重かけるように、杖の握りのとこに、右手、その上に左手を乗っけたまま全体重かけて立ってる、あの感じだよね。写真集とか。ペンネーム。大入り袋。え、江戸や猫八のモノマネスキル。モノマネ番組とか出てきても、あんま需要がないからね。ウグイスとかだから。ねえ、ウグイス、一匹のメスのウグイスに求愛をきたしに来たウグイスと、それに対抗心でまた頑張るウグイスみたいなやつ、あんまりモノマネ王座とかで勝てないやつだから。ペンネーム犬太郎、え、江口洋介が一つ屋根の下で被っていた黄色いキャップ。斜めかぶりね。アンチャンボーでしょ、アンチャンボー。ねえ、アンチャンボー。ペンネーム、ソフィーと双子の姉妹、お、鬼塚千尋の情緒。大丈夫？まだ肝心の、その、顔の中央行ってないけど。ファッションセンスでいくと、ソフィーと双子の姉妹もう一個。お、大鶴肥満のピンクのジャケットっていう。これまだ放送になってない。この間ね、大鶴肥満くん、Q 様出たの。で、Q 様の、階段方式のやつは、グリーンバッグで、要するに今時移動したりとか、それが、こう、割とそのコロナの時に、良くないっていうんで、グリーンバックでみんな立ってて、階段を勝つごとに、その合成する位置を変えていくわけ。で、いって両サイドに、だからみんなちゃんとアクリル板があって、俺がいます。で、横のところに、大鶴肥満くんがいます、みたいになってるんだけど、大鶴肥満くんってさ、話にならないぐらい俺よりでかい。俺115キロぐらいかな、今かなりリバウンドして115キロだけど、大鶴肥満くんってさ、180キロぐらいだから、もう全然レベルが違うわけ。だ多分オンエア見ないと、オンエアの編集時点で完全に出来上がったものを見るんだけど、多分だけど、肥満くんの両サイドがスライスされてない状態になってると思う。全部。もうその、グリーンバックのギリギリのみっちみちのところに入ってっから、なんか肥満くん多分ね、両サイド直線にシャッってなってると思うよ。ペンネーム、ピカワ。お、落合博満のボーリングの才能。野球じゃねえんだ。野球もらえ、うまいけど。芋たこ南京錠。お、織田栄一郎の印税。金じゃねえかよ、もう。ただすげえ金持ってるじゃねえ。ペンネーム、釧路ダンディ。お、お笑い芸人、ゴンゾーのタンバリン技術。あー。ゴンゾーくんなんかで最近見たの、高津クリニックの CM かな、多分なんかゴンゾーくんのタンバリン芸みたいのの振り付けを、他の芸人が全くそのまま3時のヒロインかなんかやって、で、西タンタンね、西タンタンをやって、で、ちょっと待ってよってゴンゾーくんからしてみたら、あの感じは俺のやつじゃんみたいな。で、それを見た高津クリニックの院長が、じゃあうちで使ってあげるよみたいな、そんな話だったと思う。ペンネームろくでなし、お、落合博満の1億6500万円の言い方。これはもうわかんないっす。落合さんがロッテで三冠王を取ってどんどん給料上がってって、球界に1億円プレイヤーがほとんどいないんですよ。で、球界で一番もらってる落合さんですけど、落合さんは必ず年俸って今でも推定ってなってる。じゃないんですよ。落合さんだけは記者に聞かれると言うつ。165。わかんねえ。この言い方を多分するんだと思うんですよ。何の時なんですかね。年俸が上がった時なんですかね。どれぐらいもらってんですか。江口あゆみさんはどれぐらいもらってんですか。165。っていうか、野球の能力全然ないんですけどね。ボーリングが上手いだけですからね。この使い方ありだろ、ラスト。ペンネーム、庶民。お、
おっぱいがバイキングの小峠の頭っていう硬い硬い、なんかでかいけど硬いねえ。あゆみちゃん、なんかみんなの中でどんどんあゆみちゃんが出来上がってくるよ。多分今日ヘトヘトでござじょ終わって寝たら角刈りの女が角刈りの女がアイスラッカーをお前にぶん投げてくる陰夢を見てすげえ量無制すると思うよ、ね。さあ、ということで、どっちが勝ったかは、リスナー投票です。カレーライスカルタの場合はメールの件名にカタカナでカレー。江口あゆみカルタならメールの件名にひらがなであゆみと書いて、メールの本文に住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、これからかかる曲の間に送ってください。投票は一人一回で抽選で3名様にバカ力カードをプレゼントします。メールアドレスは baka@tbs.co.jp です。baka@tbs.co.jp です。さあ、じゃあこの曲の間受付です。ゲートボーラーズでダンシング。受付開始！ここで投票は締め切りです、結果発表します。みんな大好きカレーライスカルタ369票、令和版江口あゆみカルタ305票、勝ったのはみんな大好きカレーライスカルタ。ニコルソンかな。ニコルソンでかすぎたよね、なんかね。ニコルソンとネズッチでほぼやられたよね。勝ったはいいけど、いや、まあ、ね、ニコルソンのすごいのはもう、ラジオじゃなきゃありえないやつじゃん。なんかさ、その、今時ちょっと少ないかもしんないけど、俺らの子供の頃のさ、なんか、その、マンションでアパートかな、
アパートの世帯、家族向けのアパートのさ、あの台所とその外とのさ、とこにあるあの小さい窓の、あれを開けてさ、無邪気な子供がさ、お母さん今日カレーっていう匂いも外してんだろうね。その可愛い感じで、もう映像できちゃってるじゃん。そこでお母さんが、例えばさ、この番組だからさ、じゃあそんな時にお母さんがエッチしてますみたいな、セックスをしてますみたいなのはなんとなくいけんだけどさ、まさかそれがもうジャック・ニコルソンのシャイニングを彷彿させて、ションベン漏れちゃう。実の母がだよ。母がションベン漏れちゃうってさ、もう映像では撮れないやつじゃん、絶対。すげえな。ただ、ネズキンだからね。ネズッチは相当、これ難しい。言っときますけどね。もうネズッチこういう使い方禁止です。ね。でいて、ネズッチの、まあ、うまいのができた時なんですけど、うまいからって読まれんのかって言うと、それはよくわからないっていうところですね。エグチャイムもよかったなぁ。もうのっぺらぼうの角刈りのままですよ、しばらく。早めに戻ってほしいですね。書き方としては、その頭文字の芸名から行くのが書きやすいんだけど、そう、上手い人はそうじゃないの、うまくひねってきてんなって感じがしますね。ということで、みんな大好きカレーライスカルタが他行に進みます。で、負けた令和版江口あゆみカルタは予選ブロックに戻りまして、引き続きあ行の募集となります。あの、パーツは入れ替わりますから。違うヘアスタイルとかも呼ばれることがありますし、今、左おっぱいだけ小峠です。ですけど、右おっぱいはまだ空いてますから、そこに道を入れてくる手もあります。そんで、いろんなやり方ができますよ。さあ、それでは来週のチャレンジャーはこちら。令和、犬坊カルタ。Who let the dogs out? Who let the dogs out? 令和犬坊は、今のところ、棒の方が全然多い。それ謎な。犬もだから、まあ今こうやって思い返してみると何じゃこりゃと思うんですけど、あの犬も歩けば棒に当たる犬棒カルタを新しくして、棒か犬が入ってればいいっていう謎のカルタなんですけどね。そうですね。ペンネームチンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい。アワビを棒でつついていたら三が日が終わってしまいました。釧路ダンディ、尿道に入れる専用の棒があるじゃない、あれ、あ、尿道に入れる専用の棒、あれなんだっけ、あれ、あー、そう、マドラお前の家変だよ。お前の家もそのマドラー教えてくれた人も変だよ。ペンネームチンゲルゲ、あ、安藤桜にの雑種犬。ね、今俺の中で安藤桜来ちゃってっかな。ということで、次週はみんな大好きカレーライスカルタ他行 VS 令和犬坊カルタあ行です。月曜ジャンク、TBS アナウンサーの日比真央子です。地球温暖化や気候変動を抑えるためには社会全体が協力して脱炭素を実現していかなければなりません。 TBS では2023年度に放送センターなど主な施設のカーボンニュートラルを達成します。さらに水素で動く世界初の中継車、地球を笑顔にする車を導入するなど CO2 排出の削減に取り組んでいきます。また SDGs キャンペーン、地球を笑顔にするウィークなどを通じて貧困や教育、ジェンダーといった様々な社会課題について発信するとともに、その解決を若者たちとタッグを組んで目指すコミュニティ、地球を笑顔にするアクションも動き出しています。 SDGs は誰一人取り残さず安心して暮らせる地球にするための目標です。私たちと一緒に小さな一歩から始めてみませんか。詳しくは TBS サステナビリティで検索してください。ここでマノアの歌方をお聞きください。雪のように溶けていった甘い初恋。
マツコの知らない世界やバナナマンのせっかくグルメなど TBS テレビの多くの番組で紹介され反響を呼んでいる話題のグルメやスイーツが期間限定で FKD 宇都宮店に大集結。 TBS ラジオ公演オール TBS おめざ感謝祭 in 宇都宮、2月17日金曜日から27日月曜日まで栃木県の FKD 宇都宮店3階大祭場で開催。フルーツ大福やバスクチーズケーキなどテレビで紹介された全国の絶品グルメがおよそ30店舗出店いたします。おめざ感謝祭 in 宇都宮、詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報をご覧ください。4人の男たちの人生に起こる様々な出来事を笑いと涙の物語として描く傑作ミュージカル、パルコ劇場開場50周年記念シリーズ、ミュージカル男たち。作演出岩井秀人、音楽前野健太、出演ゆうすけサンタマリア、藤井隆、吉原光雄、大原桜子、川上由里、橋本聡ほか。TBS ラジオ公演で3月12日からパルコ劇場で上演。詳しくは 03-3477-5858 パルコステージまで。 TBS ラジオ905954。毎週金曜夜12時からのマイナビラフターナイトでは今注目の若手芸人を紹介しています。悔しいよな。避けるチース。マイナビラフターナイトは毎週金曜夜12時から。 TBS ラジオジャンク、この時間は小学館、マルハニチロ、他各社の提供でお送りしました。 Yes, yo, junkなんかさ、頭の中にさ、すっごい毛量の多い角刈りみたいな頭の中浮かべてってさ、あれ誰か見たことあるなってなって、それを俺のこうイメージの中で振り向かしたら、ああ白木だったわ。あのああ白木のあの面の感じかな。さあもう日付変わって今日ですね、イベントがあります。チケットを買えた人はぜひ会場来てください。それからあのまあ、生配信ね、有料配信がまあ、2500円なんで、まあ、ギリギリまで迷ってまだ今2482円しかないような人はギリギリまで地面を見て歩いて、あったみたいなね、ネジかみたいなね、ワッシャーかみたいなことを考えながら、間に合えば。で、一応その生で見れた上に、アーカイブもあんだよね。アーカイブも2週間とか半月ぐらいは見れんだっけ？それはまだ決まってないんだっけ？だけど、その10日間ぐらい、10日間ぐらいはアーカイブで見れるので、時間が合わないっていう人はそんな形で見てもらっても。まあまあ、こうやってやってる間にも、おそらく3人で喋ってほしいことみたいな届いてんだと思うんですけど、もう全部向こうに任せてるので、向こうのペースでね、何を聞かれるかね、好きな食べ物は何ですかとか聞かれたら、俺もう、堂々と答えますよね。生クリームって、おそらく答えますからね。なんか今週はいっぱいバタバタしてて、めったに人前にそんな舞台立ったりしないのに、そこでイベントやって、その次の日は、その、うちの師匠のお誕生日落語会みたいになって。で、昼間から、上がります。それ講座で、トークショーみたいな。師匠の思い出みたいなのやったり。あと、ラジオも、この曲もそうだし、ね、あと他の曲も出たりとか、ちゃんとやるよ。ね。一生懸命、今週も生きていきたいと思っております。あとは心に残る白ブリーフのエピソードね、ありました。後ほどあのフォームを作っておきますんで、おやすみなさい。お金ます。
い探し、いろんな物件があって迷ってしまうそこのあなた、物件数ナンバーワンのスーモは検索方法もたくさん。地図をなぞって探したり、こだわりの条件や通勤通学時間からも絞り込めちゃう。探しやすいね。住まい探しはスーモで検索。リクルート。赤江珠緒です。昨年9月に開催したイベント、玉結び in 武道館10年の実り大収穫祭が DVD になります。特典映像満載、3月29日発売で、ただいま先行予約受付中です。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報をチェック。一家に1枚ぜひ。 905TBS ラジオ総合住宅展示場 TBS ハウジング太田会場、群馬県太田市内イオンモールのすぐそば、最新モデルハウスで営業中。3時です。
gather high. Her presence is perceived. Will our lives coincide? Was it once in time, or was it for life? Engraved in my cells, our history with a knife. Unity. Whoa, is it over now? In time, burials in mines, pseudo love and paints and sighs. Will you tell me if my past will last forever? The spirit.